どうも、エルザです。それでは、ペーパーマリオ、折り紙キングやっていきたいと思います。それでは、早速、お江戸ランド入っていきましょうか。調べる。さあ、入国手形を拝見。そうか。であれば、お大名手形を渡したいと思います。大名のおなーりー。ははは。よー、ポンってね。ああ、言った通りになった。大名様のお通りだーい。さあ、どういう感じになるだろうね。わあ、お城が見えた。素敵、かっこいい。この橋を渡れば楽しいお江戸の町なのね。ああ、もうワクワクですわ。ん？めちゃくちゃ静かだけど、これが楽しいお江戸ランド？誰もいませんわ。もしかして今日お休みかしら。入れたんだから休みじゃないっすよ。なんすかね、どっかでショーやってるとか。お気楽やな、君は相変わらず。出てこないね。お、入れる。お宝発見。ここは総合案内所。まあ、お宝開けるしかないよね。入国手形を拝見。オイドランドパスと。まあ、これしかないからね。大名様のおなーりー。あれ？これもしかして、大名様じゃないともらえないパターン？まさかね。あ、何もなし。おお。あれ、コインで光ってたのか。ちょいとそこへ行く旅のお方。ん？誰？どうかこちらへ来ておくんなまし。気持ち悪いな。なんか気持ち悪いね、あの変装はね。マリオさん、あの方のこと気になりますわ。そうか、僕は気にならないんだけどな。仕方ない、行くしかないか。ここにいては奴らが。ささ、どうぞこちらに。町娘風？おう、他にもいた。旅の方、どうかお助けください。お江戸ランドが折り紙どもに乗っ取られてしまいました。さらに奴らはそこのスタッフを片っ端からひっ捕らえ、お城の中に閉じ込めてしまったのでござる。こんな格好までして気分を盛り上げてまで遊ぶ気満々じゃったのに。このままじゃチケット代が丸損じゃ。とよにかしてくださらんか。ここにも折り紙兵が。お江戸の平和を乱す届き者のですわ。なんかちょっと鬼っぽくなってるよね。おー、マリオさん。お、キノピオ。川下りの下見に来てみたら、ほれ、見てみ。青いテープが邪魔して水門が通れないんだよ。あー、しかも黄色のカムテープまで向こうへ続いてます。あ、黄色も発見したね。だったらやっぱり青テープを何とかしないと先に進めないかも。ということで、青テープのためにもお城に行かねばなりません。マリオ殿、ボブノスケ殿、いざお城に乗り込みましょうぞ。ということで行きますか。オリビアさんノリノリっすね。でも確かにスタッフがいなければ何にもできないし、とりあえずお城っすかね。そうだね。特にアイテムはなしと。お、尻尾。近くの敵を尻尾で投げ払う。マリオ3だね。こういうネタは面白いな。あ、ごめんなさいね。さあ、進めるようになったと。お、右側怪しいね。でもさ、ここに隠れてるんだよね。嬉しい、楽しい、超便利、アクセサリーはいかがですか？お江戸ランドのお土産屋の前で売ってますので、ぜひお立ち寄りください。これ終わったら絶対攻撃されるよ。
あ、スルーしていった。さあ、アクセサリーかー。前回ね、大名のやつ買って、手形買ったのでめっちゃ使ったんで、足りるかなー。ここ。この家の裏の手裏剣道場では景品がもらえるらしいですよ。手裏剣、あー、いいねー。その前にちょっとアクセサリー屋さん行って買えるもの買っておこう。お、嬉しい、楽しい、超便利、アクセサリーはいかがですか。花びら袋、紙っぴらが桜の花びらになる。へえ、いるいる、洒落てるね。前田アリー、おい、また新作あるんだね。いや、使おう使おう。アクセサリーで。はあ、あ、ごめんなさい。勢いでそのまま殴ってしまうっていうね。さあ、ウェーブバトルかな？あれ？メカクッパいるじゃん。すげえ。ちげえな。多分どうだ？やべえな。ヒント。あ、はい。ああ。やっちまったね。とりあえず、こっちはね、処分しておこう。ああ、しかも失敗したしね。さあ、あと1回は、そうだね、ハンマーで叩いとこう。お、ナイスー、ごめへー。いて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 、危な、皮膚き、あ、逃げてった。あれ、もしかしてレアモンスターかなんか。あ、やべ、これこれ完全にこれわかんねえ。どうだ。あ、だよね、もう普通に揃えるのがいいんだね。いやー、苦手やね、相変わらず。これね、撮影し直しする、撮影し直しじゃない、撮影見直すともう一発でわかんのよ。いやー、さえ、焼ければできればね、一発でいきたいね。あ、遠いね。え、あ、敵もちゃんとマスがあるんだね。さあ、なんとかグダグダを制したぞ。仕方ない、もうグダグダだったものは仕方ない。反対側か。おお、おお、
おお、猫ちゃん。猫っていつもゴロゴロしてますよね。それでは私も失礼して。うーん、うん、キノピオを探しに来ただけだったね。ってことは、お、倒せた。意外と。あれ？あ、いや。おお、出た出た。座布団あってよかった。こっちも？座布団取りゲームしてたんです。ってことは敗北者。また座布団取られました。まあ今のはもう運だね。下いる。正面はさすがにまだ入れないね。だね。この家の横にある案内板を見れば、この広いオエドランドも迷わないですよ。広いのか。それなりに広いってことか。お。よし。さあ今ここ、まあちょっと左側から攻めていこうか。お、あー桜吹雪だね。いいね。ん？あ、いた。ここの手裏剣道場のスタッフよくいなくなるんです。もしかしてスタッフルームサボってるんじゃないか。おう、スタッフルームがあるのか。お、はははは、鳴らせるわけではない。ハイスコア 99点。キノピオ99点。それが高いのか低いのか。お、奥行けた。それっぽいのないね。イチローのサインボール。まあちょっと手裏剣に関しては後で探す感じかな。あれ絶対違うよね。おお、さすがお江戸のシモロ、たくましいお城ですわ。この中にスタッフのキノピオさんが囚われてるのね。ほう。さあさっさとスタッフを助けて、ついでに紙テープも取って早く遊びましょう。あら、門が開きません。ずいぶん荒々しいっすね。すいません、ここ開けてください。いやいや、折り紙兵が中から開けてくれるわけないっすよ。あ、か弱い私の力じゃこの門重すぎるのかも。マリオ殿お願いします。ほう、開け開け開け。力押しじゃ無理でしょ。あれ、どうした。ここ鍵穴があるっすよ。なんだ鍵穴か。じゃあ鍵さえあれば開くんだ。簡単ですわ。でもお城の門の鍵なんて一体どこにあるんすかね。ってどこにあるかわからないの。
じゃあ鍵を探さないといけないんだ。簡単じゃなさそうですわ。さあ鍵探し行きますか。お、急に音楽が看板に貼られながら、そこの門でのやり取りをお聞きしておりました。アトラクションの扉はここのスタッフが開け閉めしているので、スタッフルームに行けば合鍵があるんじゃないですか。スタッフルーム、そのスタッフルームとやらを探す感じかな。右がちょっと懐かしいのが見えたけど、あとあとちょっと左ね、先にね。スタッフルーム、あ、書いてはないか、さすがに。解けるかな、謎解きの間。はい、ポーズ、なりきり写真館。へえ。なんか喋ってたね。寝てました。なんとも言えない、ひどいです。ありがとうございます。感情が複雑やな。さあ下、いやいたね。あー、反対側から叩いてって感じか。さあ開けて、お、ちゃんと、ってかめっちゃ楽しんでるじゃん。裏は特に何もなし、ありそうでなかったね。あれ、明らかにおかしい。写真を撮りに来たのに私が写真になってしまいました。で、どの衣装がいいかな。いや、まだ選ぶ気。さあキノピオだけだったね。となると、聞く、ハリボテ寝てる、動かない。ハリボテ寝てる、動かない。でかい音鳴らして起こせ。音か。だよね。まあ戦わなくてもよかったんだけど。3階かな。ほい。数が多い時が大変だね。後ろあれだね、あの音楽全然変わるね。ポンポンってなってるもんね。なんかいたけど、私はカンバです。キノピオじゃないですよ。あ、マリオさんでしたか。やがらの中で、スタッフが襲われてるのを見て怖くて隠れてました。だいぶ器用な隠れ方するね。登る。さあ鐘を鳴らして、でかっ、ハリボテを着た。ここから出られる。でけえなん。さあウェーブバトル、あ、持ってるね。まあこれぐらいだったらね、まだね。さあこれで次必殺技で倒せると。これがね、めちゃくちゃ楽ちんなんだよね。
まあただね、飛ばせないのだけが難点。さあ楽勝。マリオさん助かりました、ありがとうございます。さあ剥がして、ありがとうございます。私ここのスタッフです。あ、スタッフさん、他のスタッフたちももしかしたらスタッフルームに避難してるかも。スタッフルームは園内の東の端、お客様の目にはつかないような入り口が分かりづらくなってます。橋ね、こうゲーム内の東西南北って分かりづらくない？ふっ、後ろだ。ドラ、よし、隠れたらバレないっていうね。さてここをわざわざ開けたけど何かあるのかな。開かない。まあさすがにね。じゃあ反対側行きましょう。ついでにセーブ。そうだ、これ外しておいて、待て、よし。怪しい人が忍者屋敷の方へ走っていくのを見ました。うん、怪しいのしかいないからね。危な、あ、結構怒ってる。お、2階で揃った。ま、踏んじゃいましょう。で、ヘイホーもジャンプだね。さあ問題は次、一発で倒れるかどうかなんだよね。ムーチョ17じゃ無理。あ、ありがとう。え、おお、え、どうしたどうした。はあ、増えるのか。これムーチョ厄介だね。ちょっと待った、なんかめんどくさい感じになってますな。揃わんね。普通にずれてしまった。とりあえず、あーでもヌーチョこれ絶対生きてるよね。お、ありがとう。いやー、めんどくさいパターンだったな。お、あ、並んでる。ハンマーだね。さあ、ちょっとはマシだったね。よし。お、なんで、おー、キノコが。ほい。
この辺でよくスタッフさんを見かけるけど、スタッフルームが近くにあるのかな。そういうことね。あるのでしょう。開ける。はあ。お、お宝発見。さあ、ベンチ。そういえば、オエドランド来てベンチは見てないね。あるのかな。この何とも言えない顔。起きて。誰だ。あ、マリオさんでしたか。失礼しました。いや、その私、怪しい人がこのスタッフルームに出入りするのを見たんです。緑の服に緑の帽子で、すごく怪しい人でした。ルイージではないのかな。お、はい、外れ、残念でした。またどうぞ。は、マリオさん。私はここで一番人気のアトラクション、手裏剣道場の担当なんです。外れる前提なんだね。でも今日はなぜかお客さん全然来ないので、ちょっとここで昼寝の方を。急いで手裏剣道場に戻ります。ぜひ遊びに来てください。休憩上がります。じゃあここは？ハート。あー、まだいいかな。マリオさん、オエドランドが折り紙に襲われました。ここは私たちスタッフ専用のスタッフルームで、大事な備品がいろいろと。なんかね、右側にね、めっちゃ懐かしいっていうか、知ってるのがあるね。あれ？鍵ないの？ないです。鍵がないです。ないの？鍵ないの？なんでそんな顔隠してるの？二人ともそんな大きい声出さなくても聞こえるっす。すみません。とっても大事な鍵なので。大きな声じゃ言いませんけど、オエドランド内全てで使えるマスターキーなんです。それやばいね。マスターなんだか鍵の親分みたいな強そうな鍵ですわね。でもなくなっちゃったなんて、やっぱり私たちが探すしかないかしら。おー！ドンキーじゃん。これ何かしら、おっきなお顔。ドンキーさん、すげえ、あったんだね。引っ張る。あ、マリオさん、オエドランドへようこそ。じゃなかった、オエドランドのスタッフルームへようこそ。この棚にある被り物は以前ショーで使っていたもの。今はもう使ってないので持って行っていいですよ。へえ。じゃあ、猿の被り物。どこかで見覚えのある猿の被り物。バナナが似合いそう。ほんとそうだね。わーいね、マリオさん。ちょっとかぶってみて。何の動物？どんどん叩いてキーキー叫んでますけど。だからドンキーコングだって。猿、ゴリラ、どっちでもなさそうっすね。まあ、ゲットだね。さあ、続いて、クリボーの被り物。クリボーにそっくりな被り物、被ると正体がバレないかも。あー、なるほど。目がめっちゃ動いてるけどね。ば。ば。バカウキバカウキバカウキ、そんなに面白いですかね。めっちゃバカウキ言ってるし。だってだって、あの怖いハリボテ兵がマリオさんを被ると超弱そう。失礼な。キャハハ、弱ボテ兵ですわ。弱ボテ、弱ボテ。兄貴、大受けじゃないですか。鉄板ネタできましたね。はぁ、面白かった。折り目がよじれるほど笑っちゃいました。じゃあ最後、いきます？宇宙戦士の被り物。宇宙戦士と活躍しそうな被り物。まるまらないのが残念。あー、確かにね。
すげえ、音楽再現だ。おお、何かと戦ってるの？ちょっと怖いですわ。さっき、しかもあれ、アイテム手に入れたシーンの音楽だもんね。あの手、ビームかなんか売ってるのかな？ちょっと寒いっすね。さ、しまいしまい。ちょっと冷めたかいいしまい。さ、じゃあ、ちょっとさっきのやつは、大事。あ、これか。でもなんか、すぐ使えるってわけではないんだね。うん、ここでも使えないし。へぇ。まあでも、どこかで使う時が来るだろう。さあ、中に入って、桜を吹ぶかせて、あと一回。お、神の手だね。神の手がそこで、あのさ、手裏剣くんの見覚えがあるんだけどね。でも同じ見た目だから、あ、違うね。ごめんね、なんかごめんね。水遁の術の筒と間違えて手裏剣持ってきちゃったでござる。口に加える筒はどっかに。あー、これ、それは何でござる。すまんな、ちょうど持ってなかったわ。ちなみに開けることができないから、だよね、一つなんか違かったもんね。紙の手がずれてるように感じることはないですか？そんな時は R で傾きのリセット。へえ、あ、いけるわけではない。君はそれだけかな。よし、抜けれた。さあ、神の手。さあ、叩いて。あ、キノピオのためだけか。川向こうにある大きな建物が忍者屋敷カラクリです。やってみたいけど、なかなか歯応えのあるアトラクションだそうです。へえ。あ、ここ水だからダメなんだ。じゃあ手裏剣道場行くとなんかもらえそうだよね。流れてくん、今なんか飛んだね。さて、とりあえず中入ってみますか。いや、結構思ったより広いね。お、お、お。ってことは最後はこれ。あ、違う、キノコだ。そしたらどれかな。これ、あれ。あ、出た出た、盆栽。離す。盆栽ってどう動いたらいいんでしょう。動かないね。隣の部屋は一瞬魚が見えたね。さあ、どっかからか裏の部屋に行けるはずなんだけど、あ、いけるね。あー、あるあるある。でもあれ、どうやって取るんだろう。そうだね。これちょっと、また後回しにしよっか。ジャンプ叩きはできないだろうしね。お、この野郎。やっぱり骨じゃキャッチボールやりにくい。そういうこと？け、何それ。却下でしたね。ってことは結構なんかアイテムあさりというか、なんか回ってお使い的な感じになりそうだね。
ちょっとお邪魔。お邪魔。あ、いたね。じっと動かずこの辺りを観察してました。そういえばこの下の門を緑の人が通っていきましたよ。髪が足りぬ。回ってきたね。あ、ワンワンだ。こっちもワンワンだ。ワンワン。おっと、マリオさんでしたか。あ、そうそう、さっき全身緑の人がそこの忍者屋敷入っていったんです。目にも止まらぬ速さで走ってたけど、何かいいものでも見つかったんですかね。わあ、その人忍者だったりして。でも全身緑か。そういや、オエドランドのオエドってどういう意味なんですか。うん、オエってなるほどの楽しくてどうしましょうみたいな。さあ行こう。そんな感じだったか。お、こっちかな。あ、いた。忍者屋敷のチャレンジ前にここで準備するのがいつものコースなんです。武器の装備やバトルのアクション選択肢でも充実できる。あー、選べるんだ。これで大体回ってきた感じかな。お、なんか持ってる。ここのお茶、グラスが平たくて飲みにくいからありやしない。ストロー持ってってよかった。ストロー、飲み物を飲むための筒、誰か欲しがっているかも。まあ、かもしれないけど、なんとも言えんな。はい、お、いた。この顔よね。超切ないのよね、あの畳んだある時のね。口で直接飲みたい派です。あ、でもお宝あったね。ほい、じゃあオエドランド大名です。大名様のおなーりー。さあ、イガグリ懐かしいね。あ、ありがとうありがとうありがとう。こんなもんか。マップがあればマップ見たいね。あ、すかした。さてさて、一応手裏剣道場行こっかな。そしたら今ので回ったもんね。さあ、ついでに紙も欲しいんで、これがね、まずはのこのこを、回すことだけを考えてみよう。はいはい。あら、意外と単純だったね。これあれだね、どれか一つに焦点当てた方がやりやすい。今更やけど、さあ次。でね、一発で倒せないからキラハンマーだね。え、23でもダメ。マジか。あ、呼ばれた。
て、こうだね。4体いるのはちょっとめんどくさいけど、どうせ1回で倒せないんだったら2回だね。で、君呼ばれたらちょっとめんどくさいんで、やっぱ味方の攻撃ってラッキーなんだね。さあ、これ3回回すだけでいけるね。じゃあジャンプでしまいといきますか。はい、クリア。いやー、呼ばれたけどって感じだな。まあ集めるだけ集めて、まずここ。で、ついでに下の方も一回しといて。よし、これで次行こう。まあ、結構ぐるぐる回ったね。なんだかんだね。こっちか。こっち行って、入りたいんだけど、入る前に、あー、やっぱ開けてなかったね。確認できたから、まず手裏剣やりますか。ほい、どうした？あ、マリオさん、休憩から戻って手裏剣道場再開しようとしたんですが、肝心の手裏剣がなくなっちゃって営業できません。持ってたね。ん？待てよ。あ、はあ、ストロー、そういうことか。じゃあちょっとストローを渡して手裏剣だね。逆だったな、順番。よし、これで OK。紙が欲しい。紙が欲しい。じゃあちょっと、戻りましょうか。あそこまでね。さあ、戻ってきた。あら、意外と回収率が悪いね。よしよし。で、彼にストローを渡して、さあ、水遁の術を見せてもらおう。これ。それはちょうどいい。まるで、加えるためにあるみたいでござるな。その筒と拙者の手裏剣交換しようでござる。はい。あ、家にするべきだった。間違えたなぁ。いい絵だったなぁ、そこは。使おうか。この筒、そこはかとなく茶の味がするでござる。え？使用済み？マジで？使用済みもらったの？てか、使用済み渡してきたの、あいつ。なんともひどい。さあ、手裏剣渡しましょうか。でも、一回いい絵が見たい。ほらよ、持ってきたぜ。手裏剣がないので営業はできません。誰か持ってないですか？ほら、あるよ。すごい、手裏剣を持っているなんて、さすがマリオさん。これで手裏剣道場が営業できます。ありがとうございます。手裏剣道場？はいはい、シューターで、手裏剣飛ばして的に当てる大人気のゲームです。はあ。サインボールをプレゼント。そうだね、やろっか。無料。の、お大名ってこんなに良かったの？めちゃくちゃ、ね、お金取られないじゃん。21をちょうど目指しましょう。ほう。どういうこと？あ。ほう。
あ、割りまでに調整するって感じか。はい、あと2だね。2が来れば OK。 あマイナス1だね、狙いはね。で、2来たし、よし、 OK。 さあ、21点ちょうどです。ノーマルモードクリア。はい、景品をゲットです。野球をやってた頃、あだ名がイチローだった私のサイン付きボール。サインボールどうぞ。君のことか。イチローやもんね。イチローじゃないもんね。ちょっと待って、エキスパートはどんなもん。ただだからね。もうさらに80点以上取ればクリア。さあ、スタート。ほい、早っ。なるほどね。ほっ、ほっ、ほっ。1点か。これキノピオ当てたらとかあるのかな。ここ、あー、ちょっとあれだったか。あ、いてって。何点。あ、83点。あ、いや、あ、いてるか。よかった。いや、意外と難しい。お、何？やはりそれか。ハリボテノコノコゲット。次キノコだね。99点ってなかなかいい点数だね。さあ、このいらないイチローのボールをノコノコにあげましょう。さあ、あげるよ。じゃあこのボール、いらないボールどうぞ。あ、それキャッチボールに良さそう。その丸いのとこの骨交換しない？いいえ。がっかり。あ、意外と普通。あげるあげる。リアクションが見てみたかっただけなんだよね。はい、どうぞ。はい、骨。カロンにもらった骨。骨といえばワンちゃんの大好物。まさかね。画面奥に見えたけどね。そういう感じなの？あの子は。じゃあちょっとワンワンの元に行きましょうか。ワンワンは、お、ギリ足りた。ん？何のチリチリ音だ？うん、奥かな。おお。うわー、怖いです。まん丸で可愛いお顔なのにとっても怒ってますわ。そうだね。あ、それダメ。ちょっと待って。まさか。あ、ここか。ここに？おちびって書いてありますわ。じゃあ、はい、どうぞ。あー、腹減ってたんですね。私、何々してみようかな。やめといたがいい。懐くの？まさかの。すげーでかいハート、オリビアさん。よっぽど気に入れられたんですね。触れ合っちゃった、おとなしく。黒くて可愛いですわね。へえ。あ、しかもプラス20だ。
ワンワンって懐くんだ。さあ、ナイフ100到達。これでちょっとは敵楽ちんなるかな。あ、本がある。おちびの飼育日記。おちびの大好きな骨が品切れ中、お腹の空いたおちびには近寄ることすらできない。あー、よっぽど嬉しかったんだね。で、あ、紙袋助かる。その飼い主はどこ行ったんだっていうとこだよね。音は鳴るんだけどさ、まあ、とりあえずつなごう。さあ、これでショートカットができる。キラブーズ。おお、倒せるようになってる。次はここか。そしたらちょっと時間的に切りがいいので、今回ここまでにしたいなと思います。で、そうだね、まあ今回だいぶおいど回ったね。まあ緑の人を探しに忍者屋敷に行きますわね。やっぱ緑の忍者さん、忍者なのかな、ちょっと気になるところですが、次回楽しみにやっていきたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまただ。